電子鍵大学とは中国の電子情報類学科を中心とする国家重点大学である。1956年交通大学、南京工学院、河南工学院の電子情報類学科が合併して創建された学校で中国最初の7個の重点国防大学中の一つである。1960年に国家重点大学に選定された。学院も、帝も、 日本の大学の学部にほぼ相当するものであるが、日本の学部とは位置づけが異なっている。病役がないのでそのまま記す。位置づけが異なるのは、学院及び系は個別の教育システムに位置づけられているためである。電子鍵大学は学院や系に相当する各単科大学の集合体として運営がなされているためである。 世界の30カ国の200の大学や研究機構、企業と提携関係を構築。また、アメリカ、イギリス、フランス、カナダ、ドイツ、スペイン、日本、オーストラリア、韓国、シンガポールと共同教育プログラムを実施。日本における協力校は次の通り。ありがとうございます。